はい、いつもお世話になっておりますアンツベチャンネルです。今日はですね、今映している簡易的な音質の中に入っているアリをやっていこうと思います。で、この中に入っているのがアピカリスオオハリアリですね。うちの中で唯一ね、こういう風に加温しないといけないアリなんですけれども、このアピカリスオオハリアリがちょっとね増えてきて、巣の大きさが足りなくなってきてるんですね。ですので、ちょっと巣を新しく増築しようかなと思ってます。で、今現状としてはですね、このでっかい餌場の中にアリの飼育容器を2つ入れて飼育してるんですね。で、最初はこれで全然余裕だったんですけれども、今20匹から30匹の間ほど今増えてきてまして、これでちょっとね限界ギリギリっていうところですので、これは完全にね餌場としてそのまま使っていくんですけれども、この横にもう一つアリの飼育容器を入れていく感じになりますね。はい。どんな感じにしていくかっていうところなんですけれども、平べったい、これ100均の飼育容器じゃなくて普通のトレーですけれども、このトレーをいつも通りね石膏を中に入れて、で固めて石膏の飼育ケースにしていこうと思います。で、今回なんですけれども、今真冬なので、このよいしょ、はい、ここにねこういう風に置くと、この裏側にヒーターがありますので、こういう風に飼育容器を置くと、この観察面の方が冷たくなるので、おそらく結露すると思います。なので観察のしやすさって言ったらちょっと難しくなってくるんですけれども、そこはちょっとねスペースの問題で難しかったので、そこは妥協していつも通りのあのアリ飼育容器を作っていこうと思います。そんな感じで、じゃあやっていきましょう。
しょ。はい、ということで完成しましたね。まあ、こんな感じでバッチリ作ることができたんじゃないかなと思います。はい、まあ、今回はアピカリス用なのでかなり大型のものにしましたけれども、昔ちょっと前に公開した動画でマニカルビダ用に巣を作ったんですけれども、それとサイズは全く同じですね。で、作りもほぼ一緒なんですけれども、ちょっとだけ使いやすくしております。はい、てな感じでね、ちょっと見ていくんですけれども、まあ、今回もここの表面の観察面のガラスですね、これガラスを使いまして、特注のガラスになってます。何が特注かと言いますと、ここのビスですね、4箇所ビス止めするために穴を開けてもらってます。はい、なので前回のマニカルビダの時に買ったものを何枚か買ってたので、それをちょっと流用しています。まあ、厚みで言ったらこれ3ミリくらいですかね、3ミリのガラスの特注品になってます。はい、であとはこっちの本体の方はセリアの100均のプラスチック容器ですね、まあ、これを使っています。で、まず観察面ですけれども、こういう風になってて、前にね、奥行きのある石膏巣って言ってこういう巣をご紹介しましたけれども、これと構造は一緒ですね。どういう構造かと言いますと、お部屋がねたくさんあるんですけれども、このお部屋のこの仕切りですね、仕切りをちょっと奥まらせてて、独立してないような感じなお部屋にしてます。こうすることでこのガラスの観察面をアリに汚されるのをですね、軽減させるような感じで作ってるんですね。で、これが奥行きのある石膏巣、前ご紹介したこちらでもうねかなりいい感じだったんですよ。ですので今回もこちらの巣でこの仕様をちょっと使っております。はい、でまあアピカリス用なのでかなりお部屋の一つ一つは大きく作ってまして、同じようにねアピカリス専用でこの接続穴も10ミリでちょっと大きめに開けました。それからあとねこちらですね、ここに毎度おなじみの給水穴を開けておりまして、で今回はもうしっかりね水がたくさん給水できるようにこの上のところに若干空間を設けました。空間を設けることで水が染み込みやすくさせるようにしてます。はい、まあそうしたことでですね、ちょっと見栄えが悪くなってしまったんですけども、ここのビス止めの部分ですよね、ビスがちょっと上の部分露出しちゃってるような感じになっちゃったので見栄えは悪いんですけれども、まあ使い勝手としては別に問題はないかなと思いますので、ちょっとこれでやっていこうと思います。はい、それじゃあね乾燥も終わって完全に準備が整いましたので、早速もう引っ越しをしていこうと思います。はい、でもあらかじめねこっちのよいしょよいしょ、ここにアピカリスの保温部屋があるんですけれども、ここをねちょっとレイアウトを変えて、まあ、こんな感じにして、でこちら側に新しい飼育容器をつなげようかなと思います。じゃあ早速やっていきます。はい、こんな感じでねセッティングしてみました。はい、まあうまく移動して使ってくれればいいと思いますけれども、まあ、今回はちょっとねアピカリスの巣を交換するってわけではないので、追加するっていう感じなので、もう元々住み着いてる巣はそのままに使っていきますから、簡単に移動してくれるとは限らないと思います。まあ、なのでちょっとね気長に待ちながら映像もね撮っていこうと思います。じゃあちょっと待ってみましょう。As long as I
はい、あれからですね6ヶ月が経過しました。本当はもっと早くに動画を撮るべきだったんですけれども、ちょっと時間がなくてこんなタイミングになっています。はい、まあ見ていただいたら分かりますけれども、だいたいですね100匹くらいまで増えましたね。でこちらの巣を完全に使ってくれてるので、この巣はすごく良かったんじゃないかなとは思います。でこの動画自体はこれで終わりなんですが、見ていただいたら分かりますけれども、すでにこの巣がもう満タンなんですね。だいたい半年で満タンになってしまいましたので、またこれ追加しないといけませんね。はい、で一応もう一個すでに作っていますので、それはまた次の動画でご紹介しようと思います。まあ、追加してどれくらいまた増えるのかっていうのもちょっと楽しみなんですが、それも第3弾ということでお待ちください。じゃあ今回はこれで以上ですね。まあ、この巣もすごく良かったですので、作ってみたいなと思われた方がいらっしゃいましたら参考にしていただければと思います。それでは今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。Reaching for the